はい、それでは続きやっていきます。ほぼ1ヶ月ぶりの探すかですね。で、なんとですね、さっき気づいたんですけど、録画ボタンを押してなかった録画ボタンを押してなかった。ショックです。はい、で、気を取り直してやっていきますけど、まあ、あのイルフィー会のイベントは多分継続不可能なので、今回はセレナイフ州、セレナイフ州で火のかけらのイベントをやっていきたいと思います。いや、ショックだわ。結構いい感じに進んでたからさ、これは精神ダメージがでかいよ。いやー、やっぱ久しぶりに収録するとこうなるんだな。いや、収録自体は久しぶりじゃないんですよ。変更とかずっとやってるからね。はい。で、まあ、このセレナイフ州の火のかけらイベントで注意すべきはですね、ここで、追われてる人がいるんですけど、これ悪霊なんですね。悪霊関連のイベントを最後までやってしまうと、火のかけらの場所を突き止める前に終わってしまうんですよ。なので、悪霊関連のイベントを進める前に、必ずこの火のかけらを使ってください。そうしないと、火のかけらがゲットできません。はい。というわけで、温泉洞窟ですね。そこに行きましょう。まあ、正直ね、この悪霊のイベントってね、めんどくさいんですよ。めんどくさいので、バルマンテ編だったらかなり楽に突破できるんで、バルマンテ編でやるのがおすすめです。はい。じゃあやりますか。くそー、苦手なアンデッドも結構ね、うまいことをね、いなしたんだけどな。しょうがない。じゃあタリアさんを入れて、で、確かね、ヘイゲル入れたんだよな。同じメンバーでいけるかな、これ。すっげえうまくいってたからな、さっき。で、強化道具ももらうか。で、椿は、魚鱗の鎧と、ここが難しいんだよな。防具もこれ、鍛えなきゃいかんな。まあ、ダンサーシューズにしとくか。とりあえず。で、この方は、クライサからもらって、ここはまあ、いくか。で、ローブはこれ。で、ここは魔法のショール。うん。これで、で、あとは、ヘイゲルと椿を入れ替えよう。いや、違うな。確かティッサクを前に出したんだよ。いや、違った。あー、まあいいや。これでいこう。これでいきましょう。くそー。結構ね、うまいことやったんだけどな、さっき。わ、ダンス。ダンスダンスはちょっと辛いな。それはちょっと辛いぞ。茨の呪縛とか唱えちゃう？いや、ここは、こうするか。まあもしかしたら新しい技を覚えるかもしれないからね。あ、まずいな。結構怒りが。やばい。これ全員勝っちゃうとやばいぞ。よし。よかった。で、またターン。うわ、厄介。なんて厄介な。こいつしか狙えないのか。毒斬りまくか、この際。まいちゃうか、思い切って。で、ちょっとヘイゲル守るか。こいつらだから序盤にさ、状態異常を仕込みまくるんだよね。それが厄介なんだよ。まあ、全員怒ってんじゃん。やべえ。うわ、まずい。これはまずいぞ。
うわ、先生がまひったらまずいな。うわ、これどうしよう。これだから全体攻撃しかないぞ。参ったな。どうしよう。やば、嘘だろ。ヘイゲル怒ってないわ。これはチャンスだったら、ここから狙うか。こいつが確かアッパースイングしてくるからな。まずいね。とりあえずこれで全体にダメージを与えつつ、やべえやべえ、これどうしよう。これはちょっとまずい、まずい。よし、頼むから怒り解けて。全然解けない、全然解けないね、マジで。そりゃないぜ。ここ狙うか。行動不能か。くそー、なんてこった。しょうがない、やるか。誰に行くよ。頼むからマヒか怒りどっちか解けてくれ。やばすぎるよ。誰？おっと、やばい、危ねえ。よし、オッケー、怒りは解けたけど混乱がまだあんのか。でもここを狙って連撃狙うか。でアッパースイングは困る。誰行く、アッパースイング。誰狙われるかな。外した、くそ、マジで。よし、オッケー、そいつ狙ったのは正解、それは大正解。死んで、よし、ナイス。またこれか。よし、混乱は解けた。お、これいいぞ。追い詰めるぞ。そうか、これはここをあえて狙ってここを狙うか。でこうしよう。で一応ここブロックしとこう。唱えても多分ね間に合わないんだよな。よし、とりあえずこれで追い詰めておいて多分連撃で勝つな。よし、よかった。 OK、 いやー、よかった。どうかしたか。 OKOK、 やり直しが結構いい方向に転んだね。手応えあったのよ。うん、はい、それはもうしょうがないよ。間接攻撃でリザーブ解除ってやったかって話なんだけどね。リザーブ解除してない気がするんだけど、まあいいや。で次に私はウルピナを登板させたはず。だ結構ねウルピナがさ難しいんだよな。こうなってくると守んなきゃいけないのが結構多いからさ。いや、こうするか。
よし、ちょっと集中力つくのが気になるけどね。これでいきましょう。おっ、多くね、リザーブ。これはでももうこうでしょ絶対。多分ね、ダインタではなかったはずなんで、おそらくダは使って OK だと思う。念のためにまあ守っとくけどね、引っかかった場合に備えて。よし OK。 いいよ。まあ、フルスラッシュとかやってくんのか。だったら流し切っといて、ここかな。いや、こうかな。守るとしたらヘイゲル守りたいな。ヘイゲルをね、こういう時狙ってくるんだよ意外と。危ない、ウルティナか。痛い。よしよし。で、うわ、くちばしか。誰に行くよ、誰に行くかな。一応狙ってはみるけど、とりあえずまたウォーターガンとか唱えるか。いや、これでいこうか。やべえかな。お、スタンした。これはナイス。やべえ、タリア狙われてる。あんまりね、ウルティナスタンって苦手だからね基本。待って、これ誰狙ってんだっけ。誰を狙ってるんだ。やべえ、こうなると分かんないな。またか。いや、倒しきれねえかな。無理か、さすがに無理か。いや、残影弾の可能性あるんだよな。残影弾の可能性があるからヘイゲル動けないな。これはもうこれで行くしかないわ。倒しきれないか。そっちか。よし、 OK、 ナイス、いいぞ。そっちか。よし、なんかいい感じにいってるぞ。いい感じに進んでいってるぞ。これだからリザーブ解除したいとこだな。だから残影弾の可能性があるから、こうするか。ダメだ、動けないな。土あげなきゃまずいかな、そろそろ。誰に行くかな。ウルピナに来たら確実に死ぬんだよな。これで行くか。あ、でもまあ倒しきったか。あ、まずいぞこれ。カウンターだったらやばい。よかった、オッケー。危ねー。よし、あー、よかった。ウルティナはまた。よしよしよし、成長しました。やり直しがなんかいい方に転んでるね。うん、手応えあったのよ。あれ、ヘイゲル上がんない。マジかー、ショック。
ショックだな。ヘイゲル上がってほしいんだけど。お、あ、でも生命の雨が上がったのはでかい。これは嬉しいぞ。はい。で、まあ残念ながら火のかけらは見つからないというわけなので、はい、結構人って欲深いからね。はい。で、ここで諦めてはいけません。諦めると入手が不可能になるんで、諦めないを選びます。はい。で、こうなってると、これすごいよね。はい。なぜか海からキノコが、というわけで、キノコが生えているこのチングラールという町に入りますと。まあそうですよね、海からキノコが生えたらビビりますよね。そりゃビオランテみたい。いや、それはないわ、それはないわ。はい。で、情報を得るどころではないので、とりあえずこのキノコはやっちまいましょう。はい。というわけで燃やします。よく火ついたね、これで。案の定こうなると。さて、最初はまあイージーだから、エリザベートあたり入れるか。で、椿からもらって、で、この辺を、ここもらうか。防具をね、鍛えなきゃいけないんだよな。こうしとくか。うん。タギアさん一旦引っ込めるか。で、で、ウルピナ？そうなるとウルピナの防具がね、結構難しいっていうね。この際、素早さが下がるの痛いな、これ。これでいくか。で、エリザベートは一旦こうしようか。これで一旦行きましょう。この手の魔物が一番いかん。キノコゾンビなんだよね。うわ、いきなりポイズンガスは痛いな、これ。ちょっとこれは痛いぞ。これヘーゲル守んないとな。これでいくか。スタンしねえかな。無理か。ポイズンガス厄介よ、これ。わあ、体力低い二人が、体力低い二人が毒はきついぞ、これ。どうしようか。こいつら死人ゴケもあるんだよ、確か。ちゃっちゃとやっちゃうんだとまずいの、これ。こうかな。ちゃっちゃとやっちゃわないとまずいな。自利品になりそう。最悪なの、これ。まずい。よし。これで割り込めると、割り込めるけど、これはさすがに、さすがにか。割り込め、またドールいっとくか、とりあえず。じゃあそれあったら、
あ、死人ゴケか。それはまずいぞ。どうしよう。とりあえずこうかな。まあイージーだから勝つと思うんだよな普通に。私が先でしょ。これで やれるかな。よし、オッケー。死人ゴケが結構痛いぞこれ。どうなる。毒になったな。いや、なってない、なってないわ。よかった。よし、これはでかいんじゃないか。これでいこうか。ただ多分倒しきっちゃうかな。倒しきっちゃうな。ヘイゲルまでやりたかったけど、まあしょうがない。調子いいな。うん。ヘイゲル上がんねえかな。上がった。自由になれたかな。よし。いいよ。何が変わったかわかる？わかんない。全然わかんない。でリワードは？ってことは椿が欲しいな。リザーブ解除のこと考えると。そうだね。エリザベート椿にして、ウルピナを、クライサいっとくか。でローブはこれに変えて、ここもタリアからもらって、これも魔法のショールに変えて、で椿が、まこれ悩ましいな椿。まあいいや、ウルビナカもらおうか。でいや、これじゃなくってこの辺にしとくか。でメタルガードもらっとこう。こんなとこかな。でクライサと椿か。これでいこう。あれ、この手の魔物が一番いかん。いや、ちょっと待って。こいつの存在は聞いてないぞ。ちょっと待って。お前の存在は聞いてねえ。あれ？いやー、どうしましょう。ブロックするか。そりゃ困ったな。痛い。あ、でもよかった。痛い。まずい。いきなり毒だ。多分あいつカウンターだと思うんだよね。だから攻撃はそこそこやっていいんだけど、マジかよ。まずいな。ここ狙うか。で、クライサ守るしかないな、これ。で、いや、こっち狙うか。まずいな。クライサが狙われるとまずいんだけど。やらせぬ。しまったな。お、これチャンス。これチャンスだけど、あいつのインタラプトがわからん。こいつなんだ。ザンかな。ザンかもしれない。これはきっちり振り分けないとカウンターっていう可能性もあるから。
いやーどうしよう、ここかな、やっぱり。よし、だじゃない、だじゃないぞ。オッケー、これは嬉しい。カウンターかな、カウンターの可能性があるな。まずい、毒抜けねえな、全然毒抜けまへんな、まずいな。ここはだからこれで、天地二段とかしとくか。でもこれは将来行こう。いや、まあ連撃はもう無理だから。で、こうかな。俺がやんのか。クライサに死なれたら困るからな。これでスタンしねえかな。無理か。まずい。そっち、よし、ナイス。いやー、これでもまずいね。カウンターの恐れがあることを考えると、迂闊に狙えないな。残忍弾の可能性もあるからな。これ参ったね。ここは一旦ここ守って、守って突じゃなかったのか。いや、まあ、だじゃないことは分かってるから、これでいくか。これでいこう。よし、これでよし、オッケー、オッケー、これは倒しきろうか。どうするかい、これ言っとくかい、言っとくかい。多分間に合わないね、きっと。まあ、これでいくか。多分倒しきったんじゃないかな。よし、オッケー。これは罪か。さあね、少し自由になれたかな。ヘーゲルも順調に鍛えられていってるよ。はい、じゃあここだな。これで超重力、超重力いかないか。くそー、残念。はい、とりあえずキノコがなくなったので情報はゲットできますと。なるほどね。どうなんだろうね、私のために争わないでってなるんじゃないのそれ。本末転倒、それはすごいね。いや、もうこの一人はもうあっぱれですよ。なるほど、それがあの悪霊か。さっき見てきた。はい、そうですね。はい、で今のがアイハムの話で、次に火のかけらの話をここで聞きましょう。はい、というわけで城に行ってみましょう。